ちわげんって30過ぎてからさ、実際あのちわげんお父さんになることになりまして、あれあちょっとね、ちょっとね、あの皆さんこれね、かなりの重大発表来ました。これ僕配信前に聞いたんですけども、これまあ千葉銀さんから、はい、千葉銀さんから、はいはいはい、席を入れることに、なりまして、はい、ありがとうございます。ありがとう。ちなみに、あのこっからが地獄で、何があるか分かんねえから。え、てか結婚ってこと？まあそう、席を入れるってことは、ね、千葉銀結婚ってことです。千葉銀結婚ですよ。じゃあまた即興いきます。即興また即興即興いきます。別まあ日語りねベースでね、面白そう。え、ちょっとテーマはやっぱ子供に捧げる曲ってのはいいっすか。じゃあいやこれやっぱ千葉銀さんいいっすか。え俺今だいぶパニックだけど。じゃあちょっと俺がね、じゃあ千葉銀に歌ってやるよ。千葉銀に歌ってくれる。パパ早く歌ってよ、そんなパパの姿、僕は今2036年から今録画見てるよ。パパ早く歌ってよ。でもパパってさやっぱり不器用でさ、ねえ不器用で何もさ、やっぱこういう時さ恥ずかしがり屋だしさ、キムタクみたいな感じだからさ、しょうがないからね。それがそうパパの良さだったりするから、そう昔は大作は大作父さん大作総さんがパパバブーバブーじゃねえわ、今2046年になったよ、僕も年は50歳、いいパパは70になったんだ、パパは70になったんだ。でも未だに頑固者で赤いつなぎを着てるじじ、それだけはやめてもらいたいな。パパそれだけはまあそろそろさあ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 、パパなんて久々に言ったら大作父さん、ああパパそう久々に言ったね、お前にさ、そうあのわけわかんねえハゲのさ、あの千葉業界あいつのこと裏でハゲって言ってたな、あのさノコとかいうやつのさ、あいつからサンリオピューロランドのチケットさなんかもらったじゃん、あん時の思い出がすごく残ってるよ。パパパパまた連れてって、お互いもう年だけれどさ、はい、まだ年だけどな、パパ最近ママが泣いてるよ、だってさ70のくせにさちわぎよ。パパはさあの昔は性欲なかったけど、今になって70になってなんか反動がしねえけど、性欲出てきてさ浮気ばっかしてさ、ね、帰ってこんなじゃママ泣いてるよ。70歳のパパねえパパねえパパ、おい本当によじじいになってもよ変わらないその頑固な気持ちが僕に受け継がれた、こんな歌を歌うぐらいだからな、
や違う、こんな歌なんか歌わねえか、普通の頑固だったら。だから知ってるでしょパパ、だから知ってるでしょパパ、だから知ってるでしょパパ、僕がこんなことさ言ったわけないじゃんかねえ。うん、僕は今勇気振り絞って、まあ年を取ったからかな、今46だからな、パパ。そう、ピアノかも。ちゃんて続いているね、この先この先いつもあのハゲがさって、あのハゲのせいでやめたいとか言ったけど、なんだかんだ続けてたね。誰かあんたボケ、おいこれいやいや言ってたね、パパはやっぱり音楽は好きだ、今でもペースを、今でもペースを引いている、ママもそろそろうざがってるよ、やめたらさ、ねえやめたらさ、そろそろやめたらさ、ママもお前もさ、パパもママもパパも年だからさ、ねえもうやめたらさ、ねえもうやめたらさ、でも好きだから、しょうがないよね、しょうがないよね、そう今2018年に戻ってパパ、おい今ツイキャスで見てるよパパの姿、ほんと髪切ったけどダセえな、あーあーあーカパー、やっぱり昔も変わらないんだね、今も変わらないんだね、その頑固さがまた良かったりするんだね、でもいつも僕に新しい漫画とかパズとモンスターとか一緒にやってくれてありがとうって今思ってるけどさ、パパのかっこいいとこ、パパのかっこいいとこ今僕ちょっとぐらい見たいな。千葉銀ベストラー、新生活イカントメンバー紹介するぜ、千葉銀のベストラーいくぜ、ドラムとベース、ワンツーワンツースリーファー、あパパパパがパパパパパパパがあパパがあパパがあパパがいきなりパパ、下手くそじゃねえ
パパパパパパパが弾いたね、なんか振らなきゃよかった。すごい、俺が天才だ、俺が天才だ。泣いたっしょ、しばぎん。なんかすごい汗かいてるんだけど、なんか何の汗かよくわかんない。しばぎん、あとでね、あのね、あの録音とかなんか多分残ってるかもしれないから、ツイキャスでもそれまた見て、家族で見て見て見て、うん。